して私の場合は鹿島館長が OK でればゼロ OK です。鹿島大谷さん厳しい。全然全然すごいやりやすいから、今まであって簡単だけどすごい。会社がやっぱ一等会社なんで、他の船とかは二等会社なので、一等会社の感触初めてどんな感じかなと思ったんですけど、すごいやりやすい環境で、もしやると。